ばんは。ずっと暗い、暗いじゃない。明るいか。これでいいか。ちょっと待って。こんばんは。よし、大丈夫。こんばんは、戻ってきました。お昼の配信見れなかった。めっちゃ突然だったからね。全然情報いっぱいで整理大変。そうだよね。そう、そう思って今もちょっと配信しようと思って。そうなんですよ。あのですね、明日朝は午前中時鉄さんのイベントに出演させていただきます。そしてですね、先ほど発表されたんですけど、福島県の福島テレビさんのサタフクさんに出演させていただきます。オーディションの福島に行きます。そうそうそう、5期生年齢制限ないんですよ。福島にまた2回目かな、人生で。嬉しいです。私やっとなんかこう5期生のそのオーディションの PR 活動も始まるんだなって思って、本当より実感が湧いてきますね。こんばんは。そう、マリナさんと二人です。そうですね、 KFB 祭り以外ですね。以来です。以外です。以来ですね。そうそうそう、オーディションね、そう、年齢制限がないから、イハより年上、そう、全然ありえるし、だからお姉さんたちも、お姉さんでも全然大丈夫だし、福島に住んでる方結構いますか？福島だよって
りそうなんだよね、イーハの感っていうか知ってる感じだと。で思った以上にいるか、うん、いらっしゃった。明日の公演刀剣取れたら行くって言ったけど刀剣取れなかった。あらあらあら。そしてユハは明日いない。福島県民なので、おー、よかったです。今ね、楽しみですね。桃食べたい。桃美味しいのか。いいね。オーディションのアピールです。オーディションのアピール。オーディションのアピール。オーディションの告知をしに。ママドール美味しいよね。ママドールもいいです。うんね、そう、なんかいろんな県から本当に来てくれたらすごい嬉しいなって思ってて、お隣さんだから。お隣？福島って隣だよね。隣ですね。明日ユハいない。そう、いないんだよね。明日はね、駅に、新潟駅にいます。4期生オーディションの告知で新潟一番、あ、そうだね、4期生の時も新潟一番さんに出演させていただいて嬉しいですね。やっぱそれを見てさ、来てくれる方がいたら本当に嬉しいよね。アイドルなれる、なれるよ。年齢制限ないから誰でも。下はある年齢制限、ここはない、上はないけど下は12歳からかな。そんな感じですね。あとあれだね、11月の公演のスケジュールも発表されてますね。そうね、長野、富山、石川、山形のテレビでも5期生オーディションの CM 流すんだね。そうなんですよ、今回はそう、お隣の県の隣の県の皆さんにも伝わるように、そうですね、長野、富山、石川、山形、新潟、福島。大釜の前日もこうやんのか。なるほど。なるほどって。いや、ちゃんと自分で考えていたはず。
前日どころか前々日からありますよ。15、16とあるよ。だから3日間最大、あでも15はね、15日はいないんで、15日は普通にいないんだけど、最大3日間 NGT48 と一緒に楽しい時間を過ごせますね。ねえ、美晴さんの卒業公演がね、そう発表されちゃった。全然実感が湧かなくて、確かに16はそうだね。でもなかなかその公演おしゃべり会の流れってあんまりないからレアだ。いいね。激アツですね。そうですね、9日は絶対、9日はね、ななみさんの生誕祭。公園からのおしゃべり会最高だよね。そうだよね、楽しみですね。11月も、お11月のスケジュールだよね今出たの。12月はまだ分かんない。早いね。だってそんなこと言ってたらあっという間にもう12月になって1年が終わるんです。早い早い、本当に。やばいね、年末、信じられない。今日お昼もこの話して、もうクリスマスだねって話、今日お昼も配信、そうちょっと配信したんです。ちょっとって言っても1時間ぐらいはしたか。今日ね、全然話変わるんだけど、情報を伝えなきゃいけない情報そのくらいかな。あとは夏希と2人で撮った TikTok を更新しました。これパペットスンスン見てね。今流行ってるんですよ、見てね。で、何を話したかったかというと、全然関係ないんだけど、今日新しいコスメを買ったんです。これはリップなんだけど、リッププランパーって言って、唇がヒリヒリする、唇をポンパンってさせるリップなんだけど、想像以上に痛くて、一人でいる時に、家とかじゃなくて外出先で初めてつけてみたんだけど、本当に想像以上に痛くて、
ってなりながら一人でヒってなりながらいたけど、でも本当になんかそのプランプ効果あるのか分かんないから今試して、今の唇こんな感じ、ちょっと塗るね。痛いんですよ、痛いけどなんかもう癖になってめっちゃ塗ってる。なんか例えるなら辛いものを食べた後の唇の感じ、なんか全然痛くないんだけど、あんまり塗ってなかったのか、あんまり塗ってないのかもしれない。こんなもんでいいのか、いつもが塗る。いや痛い痛い痛い、初めてこのちゃんと痛いを口にして今表してます。そう、辛いものを食べた後の唇痛いです。ビリビリするで、なんか本当にちょっと笑ったりして、このなんか笑うとさ、うんなって唇により浸透するから、もっともっとヒリヒリしちゃうけど、いや体に悪い、体に悪いってか唇に悪いのかなって思うけど、ちょっとそれは分かんない、唇に悪いかは分かんないけど、唇のやっぱ唇がパンってするしなんかね、縦じわとかもなくなるらしくて、いや何のためにこれを買ったかというと、あんまり口が大きくないから唇だけでもせめてちょっとぷっくりして見えたら可愛いかなって思って、あとちょっとなんかツヤが欲しかった。ほらでもわかりますか、なんかさっきよりさ唇存在してないですか、痛いんだよってみんなも塗ってみてほしい、ぜひ。全然あの保湿のリップだから色つかなくて、わかる、うん、なんだどうなるんだろう、でも色も良くなるのかなほらなんかわかりますか、ちょっとさツヤツヤしてる。王冠はでもつけてくれる、もちろん明日もつける。なんかもう全然この1回目の痛さがちょっと衝撃的すぎて、もう全然2回目からは、あ、血行が良くなるのか、なるほどね。癖になる、痛いね。でも歯も痛い歯が痛いはもうさ違うよね、話が変わってきちゃう。それはてか歯も痛いっていうか、なんていうの、これが口の中の皮膚とかに入ったら大変って、大変っていうか普通にそうだね、大変だろうなっていう想像できる。今日なんかユハいつもと違う、確かにチークもいい感じ、そうそうチークがねなんかちょっといつもより、いつもと何色じゃなくて塗り方を変えてみました。手について目をこすったよ今日さ、試そうと思って、まこう皮膚に試したって多分何もないと思うけど、一
回皮膚にそのお店で試して、でそれを忘れてちょっと落ちたかなくらいの頃に間違ってこの鼻の下をこうやってこすっちゃったのね。そしたら鼻の下がヒリヒリして鼻の下がヒリヒリして、あ忘れてたって思って、そういえばさっきここに塗ったんだ。でも今もここもここもここも痛い。でもやっぱり色が良くなってきて、うん、痛い痛いから変な口になっちゃう。笑ったら歯茎についたら痛いのかなって、唇なくなるから笑うと。もう11時40分なんだね。え、プルプルでしょ何時みたいな締め方がちょっとプルプルでしょ。うん、いい、気に入りました。うん、リップモンスターのツヤバース01買ってほしい。え、そう、それなんか見た、可愛かった、すごい痛い。確かに風とか当たるとなおさら、風当たる、あ、でも痛くないか。なんかね、何しようかな。なんか本当はもうちょっと時間があればカラオケとかしたかったんだけど、今日は早めに終わらせようと思ってたけど、多分12時までやりますね。ほら唇絶対ビフォーアフターしてほしい。ファスタしてほしい。すごい違う気がする、気持ちか。そう、まず明日なんですよ。まず明日があるから今日早く寝ようと思ったけど、全然眠くないからやっちゃう。ビフォーの写真撮ってない。そう、一人でいるときはこうやってこの絶妙な顔をして唇と戦っています。時鉄グッズ買わなきゃ。うん、そう、明日ねグッズの販売もあるのでね。20分かなんか、そうカラオケとかもしたいんだけど時間がね微妙だよね。そう、ずっと痛いんですよね。いつも時間ない、うん、いつも時間ない、本当にいつも時間ないよって。明日結婚式の前にちらってくる。結婚式なの？お呼ばれ？本人？おめでたいね、遊びに来てね。もう南口にテントが設営されてた。早いですね。ちょっと換気しよう。でも何歌おうかな。
何言うとか。いとこのね。いとこか。いいね。結婚式行ってみたいな。誰か友達とか結婚しないかな。そろそろさ、友達が結婚してもおかしくない年なんですよね。喉は大丈夫。うん、喉はね、痛いとかはない、ね、結婚しないかな。めっちゃ人任せじゃないけど、なんて、めっちゃでもいても全然、ね、おかしくないです。どうしよう。何がいい？ちょっとみんなから聞いて決めるスタイルにしよう。全然思いつかない。今本当に最近はさ、なるほどね。そうですよね。あ、じゃあこれにしよう。誰からもリクエスト来ていないけど。唇だからです。世界中で一番綺麗な宝石をあげる。だからちょっと目を閉じてなんていたずらっぽく言われた。テトラポットに寄せて返す波音、君が近づいた気配がする。今始まる。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。今まで君が守っていたもの、どうすればいいのだろう。僕はただ腕の中に君を受け止めるだけだ。動けないよ12秒。うん、
そうだ、今日デュオリンゴやってないの。そろそろかな、薄目開けてみた君と目が合った。平均的キスの時間ってどれくらいなんだろう。ロマンティックすぎてこの先がわからない。どういう顔して何を話す、友達には戻れない。唇を離したらすぐ消えるダイヤモンド、今日から僕が大切にしよう。できるならこのまま潮風に吹かれながら君を独り占めしたい。会い合うより12秒。そうなんだよね。そう、今日デュオリンゴ配信でしようと思ってたんだよね。そうっすか。これ終わったらすぐすぐ。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド、今まで君が守っていたもの。僕たちが手に入れたこの愛は輝いてる、まるで記憶の宝石。眩しすぎる12秒。デュオリンゴする。ほほ。みんなのと、みんなの前でやるときはさ、あの自分のスピーキングがある問題にしてほしいな。そんなうまくはいかないと思うけど。そういう時に限って喋らせてくれないんですよね。あ、あった。でもさ、恥ずかしいよね。まあ喋るけど。 There is a small fridge in my kitchen. はい。 She cleans the apartment. はい。 My son eats riceOh no, there is a spider in my salad. わ、私のサラダにはクモがいます。Oh, your grandma is in the bathroom. There is a small closet in my room.終わった。おお、1分48秒でできました。素晴らしい。110日達成いたしました。すごい
ごいすごい。わかんないけどすごい。で50分ならもう一曲くらい、52分になっちゃった、もう一個くらいいけんじゃない？って思うけどね、難しいね決めるのが。すぐ決めればいい。優派の問題だ。多分決まんないからできないかな。48グループじゃないでいいんだったら歌いたいのいっぱいあるんだけど。あ、これなんかこの前も歌ったっけ、歌った、これ歌ってた。太陽を急がせろ、ボーロワンスが始まるよ。雨が止んで雲が消えて梅雨が明けたらこっちのもの、早送りカレンダー。街角のカフェのテラス、パラソルやっと開いて、待ち望んでいた夏が近づいてくる。天国に一番近いあの海へ誘っていいかい、今年こそ二人きりで泳ごう。ノースリーブ着替えた頃に僕が君を迎えに行くよ。ウォーウォー、めっちゃ歌ったこれ。青空を連れて来い、もうもう恋の真っ最中、眩しい日差し霧のどこか、蝉がないからためらってる時間はないよ、すぐにキスしよう。君が好きだ、もう大好きだ、もうこの気持ち伝えたい。季節変わる前にすでに首だけなんだ、僕の負け、早送りされんだ。あと5分。紫外線じわりじわりとなんだか強くなって、袖をまくたぶんだけ肌が焼けるよ。この街を脱出したら砂浜で見つめていいかい、夕暮れがやってくるまで眠ろう。どんな水着着替えるのかな、でも誰にも見せたくないよ。ウォーウォー、さあ、南風を吹いてくれ、もう胸の奥ざわざわと、青い海に白い波はまだ大人
しい輝く需要はないぞ燃え上がろうぜ僕を好きかもう大好きかもうそんなこと聞けないよ夏が来ればきっと言えるこの先に期待して準備中お熱は誰んだ13位わたるちさんありがとうございます。12位まっちんさんありがとうございます。11位ロヒーさんありがとうございます。10位たむひろさんありがとうございます。9位あつこさんありがとうございます。8位とうかさんありがとうございます。7位かがみさんありがとうございます。6位ギバさんありがとうございます。5位ゆおうさんありがとうございます。4位中村の永住水道橋博士さんありがとうございます。3位てれてるもさんありがとうございます。2位みやさんありがとうございます。1位近藤和弘さんありがとうございます。ありがとうございました。明日楽しみにしてね。明日楽しみだね。明日もよろしくお願いします。明日こうなりますのでおやすみ。またね。バイバイ。ありがとう。TikTok も見てね。一人の TikTok もそろそろ何回載せようかな。バイバイ。おやすみなさい。お疲れ様。終わんなかった。意外と終わんないですね。